江東区の皆さん、有明にお住まいの皆さん、こんばんは。私が日本保守党の飯山あかりです。こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。政治がね、今おかしい状態にあると言うと、かつてだったら自民党がね、ダメだったらじゃあ野党に入れようと、野党の第一党はどこかと言ったらね、今立憲民主党みたいですよ。実際ね、今この東京15区の補選、いろいろな調査によると、立憲民主党じゃないですよ、立憲共産党がダントツリードしてるらしいですよ。皆さん、立憲の候補に共産党が自分たちの候補を下ろして相乗りすると。つまり主義主張や政策がいくら違ってもいいんですよ。自民党に勝てさえすればそれでいいというその酒井夏実さんという候補が今なぜかこの江東区の東京15区でダントツリードしてる。皆さん、このままいくと立憲共産党の新しい議員がここから生まれる、いや皆さんが生み出すことになります。皆さん、立憲共産党の支配する日本がどんな日本になるか想像できますか。先ほど私の前をお子さんを自転車に乗せて手を振って通り過ぎたお父さんがいました。立憲共産党の支配する世の中は、社会はお父さんのことをお父さんというふうに言っちゃいけない社会になるんですよ。立憲民主党、去年婚姻平等法という法案を衆議院に提出しました。それどういう法案かというと、男女だけではなくて同性間でも婚姻を認めようという、そういう法律です。それだけじゃありません。それだけ言うとね、いやいいじゃん、そういうね選択肢が増えることいいじゃんって思う人多いと思うんですよ。違うんです。そういう問題じゃないんです。それだけじゃない。立憲民主党はこう言っているんです。男と男、女と女というカップルができるということは、そのカップルは、その夫婦はお父さんと お母さんというふうに呼べないんですよ。だから他の一般のカップルであってもお父さんお母さんという呼び名を廃止しようと言ってるんですよ。なぜならそれは同性カップルに対する差別だからだと言うんですよ。皆さん、こういう社会にしたいですか。この中にはご結婚されてる人もされてない方もいるでしょう。お子さんがいる方、いらない方もいろいろいるでしょう。しかし皆さん、ここに存在しているということは、皆さんには必ずお父さんとお母さんがいたはずです。そのこれまでお父さんお母さんと言ってきたその相手のことを、立憲民主党が支配する世の中ではお母さんお父さんというふうに言っちゃいけないんですよ。なんて呼ぶか知ってますか。親って呼ぶんですよ。親1、親2というふうに呼ぶんですよ。皆さん、これからお母さんのことをお母さんというふうに言ったら差別だというふうに言って処罰される。お父さんのことをお父さんって言ったらそれは差別だと言って処罰される。そういう社会がやってくるんですよ。これ冗談じゃないんですよ。そういう法案を出しているのが、これが立憲民主党なんですよ。そしてそこに共産党が相乗りして、皆さん、共産主義ってどういう主義だか分かっていますか。独裁ですよ。独裁者の気に入らないことを言う人間は全部逮捕されるんです。粛清されるんです。人間はこの社会をすでに体験してきてるんですよ。ソビエト連邦、ポルポトの支配したカンボジア、どうなりましたか。誰が幸せになりましたか。何が平等ですか。平等なんてないんですよ。独裁ですよ。こういうね、共産主義というものを掲げた人たちが親1親2というふうに呼ぶべきだというね、わけのわからない政策を取っている共産、立憲とね組んで出している候補が酒井さんという人ですよ。私、昨日この東京15区に候補として名乗りを上げている人たちが集まる討論会というのに行きました。立憲共産党の酒井さんという人にたくさん聞きたいことがあって、いろいろ聞いてやろうと思って行ったんですよ。そしたら立憲共産党の酒井さん、ドタキャンですよ。出てこやしない。なんでですか。分かりません。理由は分かりません。忙しいからと言っていました。しかしですよ、今選挙に打って出てる当事者が同じ選挙区で立っている立候補者と討論すること以上に大切なことって一体何があるんでしょうか。私はそんなものはないと思っています。逃げたと思います。なんで逃げたか。調査
差でダントツ1位だからですよ。このまま余裕で逃げ切れると思ってるんです。皆さんこのままだと立憲共産党の議員が生まれます。それでいいですか？親一親にと呼ぶそういう社会にしたいですか？私はこんなものは嫌ですね。うちにも子供がいます。うちの娘は私のことをママと呼んでいます。生まれた時からずっとママと呼んでいます。このままでいいと思っています。なんでうちの娘に、いや今日をもってママという呼び方は禁止だと、あなた私のことを親1と呼びなさい、あるいは親2と呼びなさい、そんな社会にしたいですか？ごめんですよ。私たち日本保守党はこういうね、おかしな形に社会を変える、私たちの慣れ親しんだ文化伝統というものをめちゃくちゃにする、自由とか選択肢とかそういうね聞こえのいい言葉によって、そのもとに私たちが大事にしてきた伝統や文化やそういったものを全部破壊しようとする、こういう共産主義とかリベラルとかそういったものに反対しています。私たち日本保守党は保守という名前、これに象徴されているように日本の在り方を守る、家族を守る、これを目標にしています。皆さんどっちがいいですか？皆さんの家族解体したいですか？ママパパっていう呼び方、お父さんお母さんっていう呼び方廃止したいですか？もし廃止したい人、ぜひ立憲共産党に一票入れてください。もしそんなの嫌だと、このままの方がいい、いやこのまま保ってもらわないと困る、そういう方はぜひ日本保守党の私飯山あかりに一票入れてください。よろしくお願いします。